くぜ。襲ったのは俺で残念だったな。お宝はあるんだろうな。ジョーダムがいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。終わりなんだな。
んてもう覚えちゃいねえよ。てめえぶっ殺してやる。命をかけるなんざバカのやることだろ。リッケルト、さっきはそのすまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけどここにいていろいろ大切なものもできちゃって、気が気でないのは分かってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから、恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このどす黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ、無理やりでも何でも。今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこった。俺はまた繰り返しちまったっていうのか。俺はまた泣くしちまってから気がついたっていうのか。またそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。